今回は二次三次のつい本来の一人称が出てしまった瞬間8選を紹介するぜ。一人称って僕とか私っていう自分への呼び方のことよね。ああ、ライバーの中には配信上と素の一人称が違う人もいるようなんだ。使い分けている場合もあるのね。いつもと違う一人称が出てしまうレアな瞬間を厳選したので、最後まで楽しんでくれると幸いだぜ。キリッ、気をつけ。一人目は隠れ真面目系の男子高校生ライバー剣持とんやさんだ。高校生にしては大人びているのよね。そんな剣持さんの一人称は僕だぜ。優等生っぽい見た目に合っているわね。天性のトークスキルや高い適応力を持つ彼だが、本来の一人称が出てしまうと異様に慌てるんだ。そうなの？お得意のテトリスで視聴者と対戦した時は、過去一番のリアクションを見せたぜ。どうなったのかしら？お願いします。まあね、ちょっと夏休み明けでキッズが多いんで難しいかもだけど、とりあえず俺は、僕は、どんどん発狂した。剣持さんは俺という一人称を口走ってしまった時、異常な拒否反応を示すんだ。大パンするほど？しかもこういう時の行動には特徴があるんだぜ。何かしら？もう一つ、ゲームをプレイ中の剣持さんを見てみよう。いいね。俺も早さってとこ。あ、遅くなる。よし、僕、うわぁ！いや、そこまで。剣持さんには俺発言をなかったことにしようと、僕を連呼して書き消そうとする癖があるんだ。そのせいで余計に目立ってない？今回はゲームに集中していて気づくのが遅れたようだな。時間差の発狂だったわね。リスナーからは、剣持の俺からしか得られない栄養あるからめっちゃ助かる。こっちが俺って言ったの気づかなくても剣持が必要以上に騒ぐから気づいちゃうんだよな。といったコメントが寄せられていたぜ。過剰なリアクションのせいで印象に残るわ。自ら強調してしまう俺くんだったな。続いては二次三次を代表する清楚の月の水戸委員長だ。見た目は清楚な学級委員長よね。そんな彼女の一人称は私や私だ。一人称まで清楚だわ。委員長といえば樋口楓さん、静香凛さんとの女子高生ユニット JK 組も有名だな。3人とも二次三次元一期生で同期なのよね。2018年に行われた JK 組クリスマス配信では委員長本来の一人称が出てしまったんだ。早速見てみましょう。移動？まずなんかこっから後ろから追ってくるのに当たらんように。やば、超運ゲーじゃん。これマジで運ゲー。うちこういうの超苦手。イラバンケーよかったよ。私今どこ？ちなみにジャンプとかはないんだよね。やだやだ、来ないで。コタクたち、やばい、来ないで。コタクたちから逃げなきゃ。みんなそんなこと言ったかね。うちとカエデちゃんが並走してる。本当だ。うちなの？いつものかしこまった一人称に比べると年相応だよな。普通の女の子って感じで可愛いわね。二人といて思わず素が出たのかもしれないな。それだけ気を許しているってことね。リスナーからは、委員長のうち解釈一致だし、等身大の女の子感あって死ぬほど可愛い。正直委員長のうち予備とぶりっ子は口角が下がらなくなるくらいに可愛い。といったコメントが寄せられていたぜ。みんな委員長のうちが好きなのね。素の JK が垣間見えた瞬間だったな。続いては魔界から人間界に移住してきた吸血鬼のクズハさんだ。大金持ちと結婚するために配信業を始めたらしいわね。魔界での名前はアレクサンドル・ラグーザと言うんだ。高貴そうだわ。なんと家には教育係もいたらしいぜ。由緒正しいお家柄なのかしら？クズハさんの普段の一人称は俺なんだが、稀に昔の名残が出てしまう時があるんだ。それは気になるわね。理由も合わせて、初期の配信を確認してみよう。VTuber 声真似。いや、まず僕あんまり他の VTuber の人見る、まあ見、最近見るようになってきたけど痛い。どこ？全然わからない。あれか。なんだよ。泉かおるさん、スーパーチャットありがとうございます。ベリル、あ、ベリル、ベリル。でもベリアルの方がかっこいいからベリアルで。あ、僕、あれ、俺僕って言った今。あれだ、魔界にいた時はちょっとだけ階級が高かったから、吸血鬼っていうのは魔族の中でも上の方だから、
なんだ、喋り方だとかを一連のあれを教えられるんだよな。もしかしたら口走ってしまったかもしれない。その時に教えられた、口酸っぱく教えられたやつが。俺はそういうのめちゃくちゃ嫌だったから逃げてたんだけどな。執事長が困ってたな。僕、普段とのギャップがすごいよな。意外だけど可愛すぎるわ。しっかりとした教育を受けてきたんだろうな。理由にも納得ね。リスナーからは、幼少期の話聞くと育ちいいんだろうなって感じはしてたけど、そっか、僕か。ありがてえ。吸血鬼の坊ちゃんだから僕出ちゃうちょい、といったコメントが寄せられていたぜ。ふと出た僕が可愛かったわね。一人称に育ちの良さを感じたな。続いては鏡インダストリアルの若き社長鏡隼人さんだ。ライバーやリスナーからは社長と呼ばれているわね。言葉遣いも丁寧な彼の一人称は私だぜ。男性では珍しいわよね。社会人としては最もフォーマルな一人称とされているな。立場的にもふさわしいのかしら。社長は博士冬木さん、夜見れなさんとのコラボで本来の一人称が出ると決まっていじられてしまうんだ。同期の酢飯組ね。今回は酢飯組の配信から2シーン続けてご覧いただこう。え、してないのに俺…男の子出ちゃった。男の子出ちゃった。やめてください。そうですね、オフコラボの時にあの3人で街を歩いてたら、始まった、なんだ、あのあれですこう、あのなんで俺ちょっと、うわ出た出た男の子。あ、違う、ちょっと今違うんで、今そういうのじゃないんで、あれですね、あのこう横切っていったあの鳥見て、うわ鳥さんだって脳死で言ってましたね。俺が素なのね。ふとした瞬間に男の子が出ちゃったようだぜ。同期にはバレちゃうのね。特に博士さんにはいつもからかわれているな。社長の反応が面白くて可愛いものね。リスナーからは、酢飯の時にこんだけ素が出てるの見ると本当に仲いいんだなぁと。社長のせいで普段一人称私&敬語の成人男性が不意に見せる俺呼び&タメ語の癖に目覚めてしまったからもっとからかわれて、といったコメントが寄せられていたぜ。リスナーにも刺さっているわ。フォーマルじゃない社長も良かったな。続いては未解決事件ゼロの名探偵シェリンバーガンディさんだ。それなら名探偵と言っても良いんじゃない。いや、そもそも依頼が一つも来ていないんだ。そういうことね。基本は僕呼びのシェリンさんだが、一人称がブレにブレまくったことがあるんだ。迷っているのは一人称なの。今回は健やかなさん、早瀬壮さんとの同期ユニットチューリップ組の初コラボ配信をご覧いただこう。ちょっとおん、ツイートしていいですか。はみんな忘れてるやろ。忘れてた。俺はひっそり裏でやっていたから有能。有能です。はい、私が有能名探偵のシェリン・バーガンディです。じゃあ僕もう一個持ってるからこっちに寝な。はい、ほら俺は村人と隣にするから。どうやって寝る。ブレッブレだわ。どちらのシーンでも俺から私、僕から俺と一瞬のうちに一人称が変化しているんだ。シェリンって3人いるのかしら。探偵的には僕でも私でも似合うよな。素が俺だとしてもかっこいいわね。リスナーからは、シェリンは結構俺も僕も私も言う気がする、かわいい、私だったり俺だったり不安定さも魅力か、といったコメントが寄せられていたぜ。いろんなバージョンが楽しめるわね。一人称が安定しない名探偵だったな。続いては恐ろしい悪魔を自称するデビデビデビルさんだ。どうしても可愛い小動物感が強いわ。普段の一人称は僕だぜ。ひらがななのも可愛い。コラボでは女性に分類されたり、女子会に紛れることもあるようだが、悪魔に性別という概念はないらしいぜ。そうなのね。初期に行われた高宮リオンさんとのマイクラコラボでは、デビ様の珍しい一人称が聞けたんだ。足に矢を刺さって、しかもパヤパヤしている。僕は死ぬかもしれない。デビちゃん、デビちゃん大丈夫かしら。小娘。え、死ぬの？さよならだ。え、やだやだ、デビちゃん。私めっちゃちっちゃいじゃん。私？確かにそう聞こえるよな。急な私にドキドキしたわ。性別がないならどっちでも良いということだな。これはこれでもいいよね。リスナーからは、デビちゃんの私の破壊力は相変わらずヤバいな。デビ様の私に燃えた私は重罪。といったコメントが寄せられていたぜ。悪魔的に可愛かったわ。かなりレアな瞬間だったな。続いてはマッドサイエンティストのレオス・ヴィンセントさんだ。胸ポケットにはいつも可愛い豆猫を入れているわね。喋り方も特徴的なレオスさんの一人称は私だぜ。博士キャラにぴったりね。
ところが他にもいろいろなパターンが観測されているんだ。いくつもあるの？まずはソロのゲーム配信をご覧いただこう。オッケーオッケーオッケー。いやー、上から行く？これ6か6。いや、バカか俺。スワ俺ね。続いては同期のエデン組コラボでの様子だ。僕、私ね、お酒飲まないので、純粋なしですね。そもそもね。お酒を飲まないから、そうそうそう。あれ？今度は僕？俺の方が多めだが僕が出てしまうこともあるようだぜ。2パターンあるのね。同期とのコラボの時はどちらも出やすいようだな。やっぱり同期定定なのね。リスナーからは、これが推しから出る素の一人称からしか得られない栄養素ってこと？被験者相手は私、仕事場では僕、素は俺？といったコメントが寄せられていたぜ。使い分けているのかもしれないわね。どちらにしてもレアな一人称だったな。最後に紹介するのはシンガーソングライターの夢追いかけるさんだ。2023年現在では夢追い続けて30年よね。夢追いさんの一人称は僕を基本として夢追いなど名字で呼ぶこともあるんだ。今までのパターンだとスワ俺になるのかしら。ところが夢追いさんは一味違うぜ。 VTuber の白百合リリーさんとのコラボ配信では本来の一人称について言及されていたんだ。私もこの間レンチさんに教えて、僕もこの間レンチさんに教えてもらった。私っていうの違います。私っていうの僕です。僕です。一人称断定しない夢を。違います。実はオカマ。違うな。あのなんか実はシンガーソングライターオカマ。違うの。リラックスするとなんか急にオカマ口調になってしまう時が。絶対そう思ってないじゃん。あと5分ぐらいやってたい。ほんとね。え、それ秒で終わるじゃん。もうちょっと頑張って伸ばしてもらって。5分だよ。私5分って言ったの。秒って何？5分と秒は違うわよ。なんでいきなりオカマになるの？どうしたの？お姉なの？違う。夢子なの？違う。夢子はよく言われる。夢子はよく言われる。え？私？白百合さんにはお姉と疑われていたが、そういうことではないぜ。男性の一人称としてはかなり珍しいんじゃない？私というのは東京下町方言の一種でもあり、落語家など男の人でも使う場合があるぜ。江戸っ子的なやつなのかしら。経緯はわからないが、初期の頃は私がよく出ていて、親しいライバーには普通に認識されているぜ。周知の事実だったのね。リスナーからは、私ではなく、私なのが最高に夢追い、夢追いの私は健康に良い、といったコメントが寄せられていたぜ。夢追いに似合っていると思うわ。これからも使っていってほしいよな。さて、紹介は以上だがどうだったかな。普段のライバーと本来の一人称とのギャップにグッときたし、それぞれ焦ったり動揺したりする様子も見れて面白かったわね。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。おすすめのシーンがあればコメントで教えてくれると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくから、チャンネル登録、高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それではご視聴いただきありがとうございました。今回は2時3時ライバーの素の一人称が出てしまった瞬間8選を紹介していくぞ。ふとした瞬間に素の一人称が出てしまって焦っているライバーを見たことがあるわ。推しの素の姿はリスナーにとって三大栄養素の一つなんだぜ。推しのことをより深く知ることができるものね。ライバーの貴重な素の一人称が出てしまったシーンを厳選したので、最後まで楽しんでくれると幸いだぜ。キリ、気をつけ。一人目は剣道部所属のロリコンお兄さん、剣持東也さんだ。剣持さんといえば2回目のソロイベント虚空対戦も大盛況だったわよね。ああ、さらにはエッセイの発売が決定するなど、剣持さんの勢いは止まることを知らないんだぜ。まさにスーパー高校生だわ。そんな彼は時折素の一人称が出てしまうことでも有名なんだ。剣持さんの一人称、気になるわね。剣持さんの反応にも注目しながらご覧いただこう。いいね。俺も早さってとこ、あ、遅くなる。よし、僕うわぁ。剣持さんの素の一人称は俺なのね。間違いに気がついた剣持さんの発狂ぶりが面白かったわ。この剣持さんの反応はリスナーの間で俺アレルギーと呼ばれているんだぜ。そうなのね。必死に僕と言い直す姿が可愛いわ。そんな霊夢のためにもう一つ俺アレルギーが出たシーンを用意したぜ。あー、何、もういいのか。え、さっき言ってなかった？俺、え、僕気のせいかな。なんかカセットテープ言ってなかった？僕の圧がすごかったわね。大パンもかましちゃっているんだぜ。見事な俺アレルギーだったわよ。リスナーからは、必死に否定する剣持マジでアゴすぎる、何回も言えば俺がなかったことになると思ってる、アゴ好き、といったコメントが寄せられていたぞ。一発目から最高のシーンだったわね。続いては元石油王のイブラヒムさんだ。イブラヒムさんはゲーマーで、ゲームに対しての熱意がかっこいいのよね。
マインクラフトでは空中に都市を作成してツイッターでバズったりしたんだよな。日本国内だけではなく、海外の方からも称賛されたと聞いたわ。ああ、そんな彼の素の一人称は気にならないか？イブラヒムさんのいつもの一人称は俺だものね。そうだ、それではそのシーンを見ていこう。イブヒミテーテー、いや言ってることやば。何？名言しか生まない男。いや名言言ってるつもりはないんだけどね。ないんだけどねってだいぶ右肩上がりだったけど、でも6キルもできたんだ僕、すごいでしょ。いや僕はまずい、俺なんだよね。ケンモキさんとは逆で僕が素の一人称なのね。僕はまずい、俺なんだよねと言っているのも面白かったよな。僕呼びはリスナーからするととんでもなくありがたいことだわ。やはり推しの素が出た瞬間は燃えるんだぜ。リスナーからは普段小学生みたいな暴言吐きまくっているイブラヒムの僕呼びでにっちゃり、僕らヒム助かるといったコメントが寄せられていたぞ。みんなイブラヒムさんの僕呼びに救われているようね。続いては施設育ちの天才ハッカー真由澄海さんだ。真由澄さんはクールに見えがちだけど実は芸人気質なのよね。頭の回転が速い彼はボケ、ツッコミ両方ともこなせる秀才なんだぜ。引退してしまった真由澄さんだけど、今でも根強い人気で伝説的なライバーだわ。引退後も2時3時ライバーとの関わりが続いていて、現在でも名前を聞くことが多いんだよな。それではそんな彼の素の一人称が出てしまったシーンをご覧いただこう。じゃあ、だいぶ話すこともなくなってきたっていうか、他の時に、他のことに何？僕の意識がそれることが増えてきたから、普通に今施設にいる感覚で僕って言っちゃったしね。うん、だいぶ意識がそれてるから、じゃあ終わろっか。今の普通に恥ずかしいな。カメラついてなくてよかった。じゃあお疲れ様。僕って言っちゃうのかわいすぎるわ。照れてはぐらかすのもていていなんだぜ。カメラついてなくてよかったって言っていたけど、照れた顔は正直かなり見たかったわね。リスナーからは、真由澄さんが僕って言った後にはぐらかすのが一番かわいい、君ってやつはなぜこんなにも喜ばせてくるんだといったコメントが寄せられていたぞ。いつまで経っても忘れられない伝説のライバーだわ。続いては2時3時といえば委員長、月の水戸さんだ。清楚で真面目な人物かと思いきや、奇人エピソードが絶えない天才委員長よ。ああ、個性的すぎる彼女は一期生として2時3時を築いたライバーの一人なんだぜ。委員長は私という一人称が特徴的だから、素の一人称は気になるわね。それではそんな彼女の素の一人称が出てしまったシーンを早速見ていこう。土星でエネルギーを貯める月の水戸？なかなか、なかなか、なるほどね。まあ、鳥まあ、こうでしょ。土星ってこういうやつだもんね。で、なんかヘアピンあればわかるもんね、うちってね。よし、これで。ほい。ほい。で、これで、まあなんかヘアピンさえあればわかるし、で、エネルギー貯めるだから、こういう感じ？発してる感じ？発。よし。うちが素の一人称だったのね。学生っぽい一人称で可愛らしいし、あまり違和感がないんだぜ。さらっとうち呼びしていたから見逃してしまいそうだったわ。委員長の素の一人称はあまり聞かない気がするからレアだったな。リスナーからは、委員長のうち呼びめちゃくちゃ助かる、委員長がうちっていうの可愛くて好きといったコメントが寄せられていたぞ。委員長のうち呼びは需要しかなかったわね。続いては引きこもりでゲーマーな吸血鬼クズハさんだ。クズハさんは頭の回転が速く、トーク力の化け物なのよね。ああ、さらには2時3時らしい個性的なエピソードも持っている最強吸血鬼なんだぜ。スーパーで買ったお肉を生のまま食べたことがあるという話には腰を抜かしたわ。人間は絶対に真似しちゃいけないエピソードなんだぜ。クズハさんのいつもの一人称は俺なのよね。それでは彼の素の一人称がわかるシーンをご覧いただこう。VTuber 声真似。いや、まず、僕あんまり他の VTuber の人を見る。まあ、最近見るようになってきたけど。痛い。どこ？全然わからない。あれか。なんだよ。泉かおるさん、スーパーチャットありがとうございます。ベリル、あ、ベリル。ベリル、でもベリアルの方がかっこいいから、ベリアルで。
僕？あれ？俺僕って言った今。あれだ、魔界にいた時はちょっとだけ階級が高かったから、吸血鬼っていうのは魔族の中でも上の方だから、なんだ、喋り方だとかを、一連のあれを教えられるんだよな。もしかしたら口走ってしまったかもしれない。その時に教えられた、口酸っぱく教えられたやつが。俺はそういうのめちゃくちゃ嫌だったから逃げてたんだけどな。羊長が困ってたな。僕呼びかわいすぎるわ。ああ、魔界にいた頃のエピソードもありがたいんだぜ。普段とのギャップにノックアウトされちゃったわよ。クズハさんの育ちの良さがにじみ出ていたシーンだったよな。リスナーからは、一人称の違いだけでこんなにも人って笑顔になれるんやな。吸血鬼の坊ちゃんだから僕出ちゃうの超いい。といったコメントが寄せられていたぞ。クズハさん、沼すぎるわよ。続いてはマフィア一家のご子息フーラカナトさんだ。VTA 出身のフーラさんは、2022年7月にデビューしたのよね。個人としての活動はもちろん、同期生とのユニットであるボルタクションでも活躍しているんだよな。英語でのコミュニケーションもできるフーラさんは国際コラボなどもしていたわ。そんな多彩な彼のいつもの一人称は僕なんだが、思わず素の一人称が出てしまったシーンがこちらだぜ。わ、一人マリパいいな。たまにある一人マリパマジおもろいんだよな。でも普通に。ゲームとして好き。ちな。全然楽しんでやってるぞ俺。俺呼びをごまかしている顔がとんでもなく可愛いわよ。フーラさんの俺呼びにはマフィア感が感じられて助かるんだぜ。可愛らしい見た目から発せられる俺には心臓が飛び出してしまったわね。この表情に心をつかまれた方も多いことだろう。リスナーからは、外面良くしようと思って丁寧に僕って言ってたんだ、好きすぎる。かなと、口開けると奥歯まで見えるの本当に可愛いな。といったコメントが寄せられていたぞ。表情豊かで可愛らしかったわね。続いては鏡インダストリアルのイケメン若社長鏡隼人さんだ。社長という愛称で親しまれている彼は言葉遣いや態度が紳士的なライバーなのよね。ああ、時折見せる子供らしい一面もリスナーを虜にしているんだぜ。普段は爽やかで落ち着いた声だけど、歌声はロックでかっこよすぎるのよ。そんな大人な彼の一人称は私なんだよな。社長の素の一人称は一体何かしら？それでは早速ご覧いただこうか。の時に3人で街を歩いてたら、あれですこう、なんで俺ちょっとうわ出た出た男の子、違うちょっと今違うんで、今そういうのじゃないんで、あれですね、こう横切っていったあの鳥見て、うわ鳥さんだって脳死で言ってましたね。鳥さんだって社長どうしたの？深夜の鳥がいたからと。そう社長どうしたの？追いかけたくなったの？鳥さんだーって。社長鳥さん飼いたいの。そうめっちゃいちいち言うな。鳥だけじゃなかった。何かも言ってたよね、なんか。窓にいたからそう。なんかなんとかさんだーとか言ってたよ。社長捕まえたかったんだね。可愛いね社長。鳥さんだーって。何の話？面白かった。鳥さん見つけてよかったね社長。よかったね。なんだこいつら、なんだこいつら。よかったよかった。いやこれで報復できたんじゃないでしょうか。何だったんですか今の時間。地獄。俺は男の子だわ社長。そして鳥さんだーのエピソードも可愛すぎて困っちゃったわ。ああ、紳士的な彼の可愛らしい一面も垣間見えたんだぜ。からかわれている社長の姿もありがたすぎたわよ。リスナーからは、社長が俺って言うとド S 感マシマシで最高。敬語で喋ってたのに急に俺とか、鳥さんだーとかギャップ出してくるな。といったコメントが寄せられていたぞ。みんな社長の俺呼びに惚れてしまっているわね。最後はエデンの都市警備部隊所属ローレンイロアスさんだ。モノマネやボケをかましがちなローレンさんは芸人色が強いライバーなのよね。ああ、かなりの闇カスということでも知られていて、配信中にタバコを吸っていることもあるんだよな。タバコを吸う警官なんて、キャラクターとして良すぎるのよ。そんな彼の素の一人称が出てしまったシーンだが、焦っている姿が可愛いんだぜ。何それ早く見せなさい。それでは早速見ていこう。なんでちょっとね、僕、
うん、俺とやっぱそのね、なあのメンバーの先輩たちの応援どうかよろしくお願いします。ということで映像配信終わろうと思います。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。プープさんありがとう。うん、ベーボクが出ちゃった。ということでお疲れ様でした。ほらキャー、僕が出ちゃったって小声で言ってる。大きな咳払いでごまかそうとしているようだが、リスナーが見逃すわけないんだぜ。ローレンさんの僕呼びがこんなに可愛いなんて知らなかったわ。ローレンさんの新たな一面を知ることができたな。リスナーからは、クソデカ咳払い好き、可愛すぎるからどんどん僕呼びフィーバー来いや、といったコメントが寄せられていたぞ。ローレンさんの僕呼び、可愛すぎて大歓迎よ。さて、紹介は以上だがどうだったかな？なかなか聞くことのないライバーの素の一人称をこんなにたくさん聞けて幸せよ。ああ、ギャップを感じられる貴重なシーンばかりだったな。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。他にもライバーの素の一人称が出てしまった瞬間があればコメントで教えてもらえると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくからチャンネル登録、高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。二次三次には広い地域から個性あふれるライバーさんが集まっているよな。普段から関西弁で話すライバーさんもいるし魅力の一つになってるわよね。それじゃあ今回は、普段は方言を使わないライバーさんが方言を使う珍しいシーンを紹介していくぜ。意外な一面が見えるのかしら。ああ、そこは期待してくれていいぜ。一人目はいつも燃やされている不憫なおじさん、前本圭介さんだ。他のライバーさんが炎上しかけると名前が上がるから、名前を知ってる人は多いんじゃないかしら。ただこれに関しては前本さんが注意喚起をしているから、なくなってほしい文化でもあるな。本人はとても気さくで面白いライバーさんだしな。こすりすぎるとどんなネタでも面白くなくなるものね。今回はそんな前本さんの珍しい方言を使うシーンだぜ。前本さんは元農家だったのよね。どこの出身なのかしら。静岡だな。某王女様と同じ地域なのね。若い頃から方言を使わないように気をつけているという前本さんの貴重な方言シーンを見ていこう。ダモンデとか言いますね。おお、うん、ダモンデっていうのはですからですね。ダモンデ、ダモンデ。なのでなのでと同じ。なのでとダモンデが一緒ですね。そういうのが、うん、明日5時起きだもんでみたいな。あと明日5時起きだもんで、ちょっと今日は早めに帰って寝なきゃいかんだ。ああ、今ちょっと良かったなんか。今のは。普段話さないからわからないけれど、すごく悠長な方言だったわ。前本さんは意識して方言を抑えていると話していたんだ。そうなの？ライバーになる前に東京の大学に通っている時から、方言が出ないように気を使っていたらしい。確かに上京するとなんとなく方言って気になるわよね。それと静岡の方言を使わなかった理由として、ある程度地域が絞られるからとも語っていたぜ。さすが前本さん、リテラシーが高いわね。静岡出身のライバーさんは前本さん含めて結構多いよな。3人も地方出身者がいるものね。コメント欄では、農協エルデンリング見て、方言萌えの谷大感じ。と前本さんの方言を待ち望む声が寄せられていたぜ。方言って一定の需要があるわよね。今後、もっと方言を使うような企画が出ればいいな。方言を使うような企画ってどんな企画かしらね。二人目に紹介するのはトーク上手な二次三次のピエロ、上力一さんだ。歌もすごく素敵だし、前本さんとのラジオ番組も面白いし、多彩な才を持つライバーさんね。そんな力一さんだが北海道出身のライバーさんなんだ。出身地をネタにするライバーさんは少ないイメージはあるんだが、力一さんは出身地を生かした配信をしたぜ。ご当地ネタを研究するって配信ね。力一さんだからこそ浮かぶ面白企画だわ。この配信は北海道と東北のご当地ネタを紹介する企画だったんだが、今回はその中の一幕だ。北海道の人が道外、これをまたね、内地って言い方をするんですけども、内地の人から、つつかれて、お、嬉しいってなるのは何かっていう話なんですよ。これ、すっと、じゃあ、水曜どうでしょうなんていいじゃないですかって思うかもしれないんですけども、ただこれがね、全国区で有名で、大泉洋がもう大スターになったっていうのは間違いないんだけども、まあ、ちょっとね、なんて言うんだろう、親世代というか、ちょっと年配の人になると、わかんない場合が結構あるんですよ。水曜どうでしょうって。北海道以外の場所を内地って呼ぶのね。大体本州のことだな。北海道は地域ごとに方言にもばらつきがあって、島民同士でもわからない方言があったりするんだ。力一さんはどのあたりなのかしらね。ちょっと気になるよな。
この配信はそれ以降も北海道のあるあるネタを解説していて、普通に面白くてためになる配信だったぜ。北海道の夏は涼しくないわ、住んでいた人だからこその言葉だったわね。コメント欄でも、涼しいのは釧路だけ、本当に涼しいのは稚内だけ、といった道民たちの声が寄せられていたぜ。海沿いは割と涼しいのね。地域ネタで盛り上がることができてリスナーもかなり楽しかったんじゃないか。なかなかできない話題ですからね。3人目はエデン組の高一点、ギャンブル大好きレインパターソンさんだ。競艇好きでキュートな声が魅力のライバーさんよね。彼女はいつ方言を使ったのかしら。レインさんが方言を出したのはポケモン配信中の出来事だな。今回はそんな彼女が関西弁を使った場面を紹介していくぜ。おー、ポニーテールの女の子。なになに？今のあんたすごいやん。あの兄さんたちえらい格好してはったけど、おてんぱにしてたな。よう見とるね。うちほんま胸がスカーってしたで。あ、スカッとしたんよ。うちこの先のよそがシティでパソコンを管理したりしてる。水木って言うねんけど。おお、水木、いいもん見せてもらった俺に、あんたのポケモンボックスにどこからでもアクセスできるようしてあげるわ。優しい。それとこのボールカプセルをあんたに。ゲーム配信のキャラクターのセリフを読み上げていたのね。それにしても見事な関西弁だったわ。レインさんって関西出身なのかしら。特に明言はしていないはずだから何とも言えないな。フリーのボディーガードですものね。素性がバレたら大変だわ。ただ普段の話し方には関西の雰囲気はないから、単純に関西弁が上手なんだろうな。この配信では関西弁以外にも甘いものを食べながら、話している様子もあってのんびりとした雰囲気で楽しめる配信だったぜ。コメント欄では、関西弁似合うな。バタネイの関西弁めっちゃハマってる。と絶賛の声が上がっていたぜ。その後京都弁でツッコミも入れていて見どころが多かったわね。ライバーさんが楽しそうに遊んでいるとこっちも楽しい気分になれるよな。それとこのシーンはエデン組全員が関西弁で読み上げていて、同期の絆を感じたぜ。4人目に紹介するのは歌唱力トップクラスでフォールガイズガチ勢の、サイグサアキナさんだ。卒業した真由澄さんとフワさんの3人で、メッシャーズってグループもやっていたわね。サイグサさんはどの配信で方言を出したのかしら。サイグサさんで紹介するのは方言というよりはあるライバーさんが、イントネーションの地雷を踏み抜き出てきた発言だ。フォールガイズプレイ中の出来事だな。その時の様子を早速見ていこう。スタートやったやん。それでさ、あのサイコロでさ、姫路あってさ、姫路のことを楓春姫路って言っててマジでイラついたわイラついた普通に、うん、まあまあもうそうなんだけどね、うん、そうなんだけどちょっとやっぱイラッとしたな、やっぱ姫路、うん、やっぱりなんだって、やっぱ姫路なんだって、うん、綺麗に綺麗な、もう姫路だったな。カイダさんの発音が気になったのね。イントネーション的にはカイダさんが合ってるんだが、三枝さんは兵庫県出身でそこは地雷らしい。あくまでカイダさんの発音が正しいと伝えた上で、姫路城の話題を引き合いに出してイントネーションを熱く語っていたな。最初にカイダさんの発音が正しいって前置きしてから話すのは、三枝さんの人間性が出ているわね。カイダさんの発言も見ていこうか。1回ぐらいやりました、同じこと。本当に？お、姫路はね、兵庫なんで多分進めます。めっちゃいけるやん。進めます。2位見てくださいまずいこれ。鳥取砂丘、砂丘絶対嫌。まずいな。さぬきは、さぬきは進む。香川だって瀬戸大橋を越えるってことでしょ。さぬき進む気持ち悪い。香川ってことだ。でもそういうことっすよね。尾道、尾道。個人的には海田さんの発音の方がしっくりくるわね。やっぱり兵庫県民じゃないとわからないこだわりがあるんだろうな。それだけ地元が好きってことよね。コメント欄でも、イントネーション問題か、気になった気になったと同意の声があったな。ファンの間だと有名なのかしら。三枝さんの新たな一面を知ることができたわ。それに2時3時のライバーの配信を見てるのもちょっとエモさを感じたぜ。別のライバーさんの配信内容を語るのはちょっと嬉しいわよね。5人目に紹介するのは2時3時を代表する一人、軽快なトークと毒舌が魅力のクズハさんだ。 FPS プレイヤーとしてのイメージが強い方ね。2時3時内外問わず様々な方と交流を持っているわよね。一体クズハさんはいつ方言を使ったのかしら。クズハさんが方言を使ったのは APEX の配信中、観戦モードで発した一言だ。早速そのシーンを見ていこう。これなれ、これぶち食らわすぞボギーぶち食らわす初めて聞いた。ぶち食らわすは同様じゃないですか。え正当なぶち食らわすあるの。ぶち食らわすだね。あんの。え、そういうの御用とかじゃなくない。ぶちから論じないといけないじゃんそれ。
ぶちくらわすっていう言葉があるってこと？あるわ。あるよ。岡山県の表現。あるよ。ボコボコにするぞ。おい、初心バレたぞお前。大丈夫か？いや、千鳥が言ってたのよ。強その反論。千鳥が言ってました。千鳥が言ってました。ぶちくらわしたり。千鳥さんって芸人の方かしら？そうだと思うぜ。千鳥さんは岡山県の出身みたいだけど、くずはさんは岡山県の出身なのかしらね。方言ってことも初めて知ったみたいだし違うと思うぜ。一緒に遊んでいる仲間が千鳥いじりをしていて、友達同士の会話を見てるようで面白かったわ。しっかりツッコミを入れてて笑えるシーンだったよな。ちょっと乱暴な言葉だけどくずはさんの雰囲気に合っていて、違和感なかったわね。その後コメント欄では、千鳥本人、千鳥バレクサ、とネタにしていたぜ。クズハさんもメリットかもと笑って乗っかっていたな。なんなら今後も使ってほしいまであるわ。ストリーマーさんとのコラボだったけど、しっかりコメント欄にも反応してくれるのね。やっぱりクズハさんともなるとしっかり視聴者に向き合っているよな。次に紹介するのは禁酒以外は何でもできる鬼の女王林道美琴さんだ。ゲームもうまいし絵もうまい、司会もできるし企画もできる。しかもお酒が強すぎて水筒にお酒を入れて持ち歩くという。禁酒以外は本当に何でもできる方なのよね。運動神経も抜群だしな。そんなみことさんが方言を使ったのはどの配信なのかしら。視聴者参加型のマリオカート配信での出来事だな。6位以下で罰ゲームって配信で関西弁を使うことになったんだ。ちなみにその前はお嬢様口調だったな。お嬢様口調も気になるわね。本人はエセ関西弁になるかもと心配していたんだが、実際にはどうだったか見ていこうか。毎回スタートダッシュのタイミングわからんのよな。関西弁分からへん。なんて言えばいいんやろ。合っとるんかな。不安で仕方ないわ。大体でええやろ。ほんま？結構関西の人方言に厳しいイメージあるんやけど、普通に合っとるで。ほんま？ありがとう。印象変わって可愛い。ありがとうな。自分めっちゃ上手いやん。ほんま？全然そんな気してないんやけど。語尾とは、確かに語尾ではないよな。なんか心身感。そうっすか？関西というかはんなりしてるわね。最後の方は関西弁じゃなくてライバーの椎名さんのモノマネになっていたな。でもリクエストされてしっかり関西弁で話し続けるみことさんはさすがだぜ。結局この試合は関西弁で集中できなくてビリになってしまったんだ。それまでは小さめの声だったのにイケポチャした時だけ絶叫したのは笑ったわ。コメント欄でも、みこと様やと京都弁の方がええんちゃうかな。知らんけど、これはすいすい声真似では、ちょっと京都風でみやびといった声が寄せられていたぜ。やっぱりはんなりしてるわよね。次に紹介するのはエデン組のクールな警官、ローレン・イロアスさんだ。ローレンさんはストリーマー系のイメージがあるけれど、結構いろんなジャンルの配信をしているのよね。雑談枠やホラーゲームも配信してて幅広いジャンルのゲームを配信しているな。歌も出していて1000万再生超えた曲もあるのよね。それで方言が出ちゃったのはどの配信なのかしら？ Apex の配信中の出来事だ。ゲームに集中しているからつい出ちゃうのかしらね。FPS だと集中しているだろうし、うっかりしちゃうんだろうな。そんな方言シーンを早速見ていこう。土源行く、どこ行くそれ。え、ここでよくない？あ、でもまあまあ味方と、あ、物資ね。がっつり土源行くって言ってるわね。どこの方言だったかしら。博多弁だな。声の低さもあってかっこよく聞こえるわ。実際かっこいいからな。コメント欄でも、土源いただきました。ゲームしながら喋るのはマジで大変だもんなといたわりの声が散見されていたぜ。実際コメント欄見ながらゲームして、さらに遠くまでしてたら頭の処理が追いつかないわよね。さらにこの後のシーンで無意識だったことが確定するんだ。土源って言ってた？いや、土源なんて言ってないよ俺、絶対今言ってない言ってない言ってないって。ちょっと待って、別の配信見てるって今、絶対同時視聴してるし、絶対言わないよ土源なんて俺。よかった、もうリングの中だ。土源って同時視聴を疑うのは笑っちゃうわね。
この後はスーパープレイが出て大活躍するんだ。リスナーも方言よりもプレイに見惚れていたぜ。しっかり1位を取っていて、取れ高祭りの試合だったわね。最後に紹介するのは2時3時のマジシャン、ヨルミレナさんだ。ヨルミさんはどんな方言なのかしら。彼女の場合は方言ではないんだが、特徴的な発言だったので取り上げさせてもらったぜ。どの配信でも大体言っているんだが、今回はリスナーさんから指摘されたシーンを見ていこうか。っていう方なんてた。ヨルミさん方言消えてますよ。待って、私の方言なんかありましたでしょうか。私は常に標準語を喋っておりますでござるですけども、何か私の方言抜けてるところありましてございましたら、ちょっと思い出させてほしいでござるな。ヨルミさんといえばやよね。実は最初は無意識に話していたんだ。もともと特徴的な発音だったのね。でもヨルミさんの癒しボイスにぴったりだから違和感感じなかったわ。指摘されてからは意識的にアを使うようになったという流れがあったんだぜ。リスナーへのサービス精神に溢れているわね。ヨルミさん方言消えてますよ、というコメントに反応したヨルミさんに、エアゴ、エアベンと他のリスナーも指摘していたぜ。みんな同じこと考えていたのね。リスナー同士の結束を感じるわ。実はこの時ヨルミさんは喉を痛めていて、リスナーさんは体調を心配したのかもしれないな。あえて冗談めかして言ったってこと。そうならすごく気遣いのできるリスナーさんだな。優しい世界ね。方言を使うライバーさんって意外と多いのね。普段から関西弁で話すライバーさんも多いしな。ライバーさんの知らない一面を見ることができて、方言が出ると少し得した気持ちになっちゃうわ。方言以外の場面も最高に面白いから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。方言が出てしまった配信があれば、リスナーのみんなもコメントで教えてくれると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくから、チャンネル登録、高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それではご視聴いただき、ありがとうございました。